歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃、日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。YouTube では NHK 大河ドラマ、光る君へを丸ごとドラマとして楽しみつつ、源氏物語をはじめとした古典の魅力も同時に味わえるオリジナルの解説を毎週お届けしております。光る君へ第20話、望みの先に。もうこのタイトルを口にするだけで、辛くなります。真宙や為時にとっては望みの先ですが、中宮貞子にとっては絶望の果てですよね。兄と弟が罪人となった、それだけで貞子にとっては計り知れないショックなのに、彼らを捕まえに来た検非違ちが実家を荒らし回り、逮捕劇を見に来た無数のやじ馬たちで辺りはごった返す。こんな状況、誇り高い貞子に耐えられるはずがありません。彼女はこの混乱の中で髪を下ろしてしまうのです。お腹に一条天皇の子を宿しながら。私が想像するたびに胸を痛めてきたこの場面、おそらく初のドラマ化だと思いますが、貞子の気高さがここまで美しくドラマティックに描かれるなんて、もう脚本も役者さんたちの演技もすごすぎて言葉になりません。ドラマを見ていてラストシーンが最も心に残る、それは常のことですが、第20話のラストは本当にやばかった。今思い出しても放心状態になってしまいます。とは言っても、こうして解説動画の冒頭でラストシーンを熱く語り、ネタバレになる貞子解任を口走ってしまうのは良くないですね。気持ちを落ち着けて望みの先に行こうとする為時、真宙親子と絶望の淵に立たされる貞子ら中野関白家の対比を軸に、第20話の解説をお届けしますね。この対極にある2つの出来事、為時が越前の神に任命され任地に出発するのと、長徳の変で中野関白家が没落していくのはほぼ同時進行なんです。歴史って時に残酷ですよね。長徳2年正月16日に起きた火山院襲撃事件は、道長を通じてすぐに検非違ち別当の藤原の実資に伝えられました。その裏には、事件をチャンスと捉えて自身の出世を目論んだ藤原の忠信の存在があったのではないかという私の見方は、第19話の解説動画でお伝えしました。ドラマもそういう流れになっていましたね。ここで事実関係を整理しますと、事件の報告を受けた一条天皇は、地方官の人事異動を決める苦行会議、あがためし地目に、これ近と高家を参加させないと決めました。そうして迎えた1月25日の地目で、為時の淡路の神就任が決まったのです。地目ではポスト名が書かれた大間書という文書が用意され、そのポスト名の下に、任官の決まった者の氏名を書き込んでいきます。この時の大間書は鎌倉時代の写本が現存していて、記入された計181名の中に、淡路の神藤原の為時、越前の神源の国盛の名が確認できます。ところが3日後の正月28日、大きな変化がありました。日本紀略には、右大臣道長が参内し、源の国盛を越前の神とする人事は急遽停止され、代わりに為時が任命されたという旨が書かれています。越前は大和、武蔵、伊勢などと並び、たった13カ国しかない大国に位置づけられています。これまで10年間も職に就けなかった為時にとって、異例の抜擢人事と言えるでしょう。道長が3日で人事を覆したのはなぜでしょうか。この任違えは当時から話題になっていたようで、そこから生まれたのが、為時の申し踏みの微分が道長と帝の心を動かしたという説です。今昔物語集、今鏡、古事談などの説話集に紹介されていますが、それらはストーリーに多少の差異はあっても、おおむね同じ内容です。苦学の間や香類袖を潤し、樹木の春潮、蒼天眼にあり。文献によっては2箇所文字が違う表記になっているものがあります。ドラマでは袖となっていましたが、襟という表記も見られ、
またドラマでは樹木の春潮ですが、樹木の好調という表記も見られます。ドラマが袖と春潮を採用したのは、襟よりも袖、好調より春潮の方が女性の作という印象につながるからかなと感じました。漢文の意味はこうです。貧しさの中、冬の夜の寒さに耐えながら学問をし、血の涙で袖を濡らしてきた。しかし努力は虚しく散り、春の樹木で希望の感触につけなかった。その朝、空を見上げる私の眼には、ただただ虚しく青空が広がり、その青さが目に染みることよ。苦学が報われず、思うような任官が得られなかった無念さを、空の青さで象徴的に表現しています。同じ青でも、青春の青が澄んだ青色、フレッシュさを表すのに対し、蒼天の蒼は、干した青草のようなくすんだ青色、生気のない青色を指すので、空を見上げる作者の気持ちが反映されているのかもしれませんね。寒夜と春潮、紅類と蒼天という対句表現が強烈な印象を与えます。ちなみに紅類とは、涙を流し尽くして出る血の涙のことで、漢文特有の表現です。さらに一条天皇がおっしゃった通り、蒼天には天使という意味もあり、天皇に向けたメッセージとしても見事で、懸命に勉学した甲斐もなく、今は蒼天、つまり帝の恩を仰ぐしかないとすがっているのですね。作り手の思いの強さと深い教養、そして非凡な文才が伝わってきます。どの文献もこの漢文を目になさった帝、あるいは道長が感銘を受け、為時の認知を越前にしたという流れになっています。説話によっては、この漢文を読みになった帝は心打たれて食事を取らず、夜も帳の中で泣いていらしたとも書かれています。私自身は為時の漢文の素養の深さを生かすべく、当時越前に滞在していた僧の人々74名と摂政に当たらせようとして、為時が越前の神として起用されたと捉えており、そのことは第9話の解説動画でお伝えしています。ちなみに第9話では、為時が自作の漢詩を中国語で読む場面が出てきましたが、第20話で信孝の口から、為時がかつて大陸に渡ろうとしていたことが明かされました。この細やかな、しかも時間軸を駆け巡る伏線の張り方には、脱帽です。さらにドラマが素晴らしかったのは、為時の抜擢人事に対し、資料をベースにしつつも、申し踏みを真宙の策とし、そこに道長の思いを乗せたことで、感動が何倍にも深まったことです。ドラマの設定では、道長は真宙の手紙を婿入り後もずっと大切にしてきました。ですから、真宙の書いた申し踏みを見て、その筆跡にピンときたはず。自宅に持ち帰り、為時のための文字を合わせて確信する道長。父の語学の才を生かせる越前へ送り込み、国のために働かせてほしいという真宙のメッセージをしっかりと受け止め、決断した道長でした。真宙と道長が心の深い部分で今なおつながっていることがひしひしと伝わってくる場面でした。加えて国際情勢が緊迫している折、僧人との折衝が必要となるであろう越前に、語学を通じたものを送り込むという流れは、これぞ大河と叫びたくなるぐらい壮大なストーリーとなりました。が、そんな望みの先に、もしかしたら落とし穴が待っているかもしれないとハラハラさせる展開も。道長が申し踏みと手紙を照合しているところを妻の智子に目撃されたのです。これがきっと何かの伏線になっていくんですよね。智子の疑いの眼差しがいずれ真宙に向かうのでしょうか。気になるところです。気になるといえば、これちかが女院の秋子と右大臣の道長に対し呪詛をしていたという嫌疑。史実としても火山院襲撃に加え、秋子を呪詛したこと。さらに皇室の者以外が催してはならない秘宝、大言の法を行ったという罪で、これちかは太宰府に、高家は出雲に左遷となりました。火山院襲撃は紛れもない事実でしょうが、呪詛ってどうなんだろうと、私はかねがね感じていたんですよね。
その違和感を脚本家の大石静香さんも抱いていらしたのでしょうか。なんだか亜希子と智子が怪しい動きをしていましたよね。もしかして呪詛は亜希子の自作自演、あるいは智子との共犯と匂わすような演技でした。私たちはかつて父の兼家が重病人のふりをしてたぬき寝入りをしていた恐ろしい場面を見せられていますからね。その娘なら自作自演、あるいは智子との共謀もありそうですが、これはうがった見方なのでしょうか。ドラマでは呪詛は濡れ衣という感じで描かれていましたが、果たして黒幕は存在するのか、存在するとすれば誰なのか、皆様のご意見をぜひコメント欄にお寄せください。私は阿部の春明も怪しい気がするんですよね。いずれにしても、これ近と高家の犯した罪は、火山院と女院を標的とする、つまり皇室をないがしろにしていて、その権威を貶めるもの、いくら愛する貞子の身内とはいえ、一条天皇は皇室を守るためにも、そして何よりリーダーとして政に誠実であるために、毅然とした態度を示さないといけなかったのですね。ちなみに、ドラマでは理想的に描かれている道長が、歴史の上では帝がそうせざるを得ない状況を裏で作り上げたと私は睨んでいます。思えば第19話で帝は真宙の話を生き生きと楽しそうにお聞きになった一方で、巫女の話題しか出さないコレチカに対しては、コレチカはそれしか言わぬのだなととても寂しそうになさっていました。あの帝の表情が今回の望みの先と絶望の果てを暗示していたんですよね。ここでもう一度聖徳の変の流れを振り返りましょう。恋愛絡みの世紀の勘違いから藤原のコレチカ高家兄弟と火山院との間でトラブルが発生、穏便に済ませたい当事者の意思に反し、みるみるうちに歴史の転換点となる大事件聖徳の変に発展してしまいました。勘違いをしたコレチカもあまりにも軽率ですが、相談相手である高家も以前からお伝えしている通り、上流貴族の中では珍しい武闘派で、やんちゃなエピソードにこと欠かないのです。大鏡によると、高家は好戦的な性格で、中野関白家全盛の頃、火山院と戦争ごっこのような勝負をしたことがありました。武装した7、80人もの寺男たちが当選簿している火山院の屋敷の前の道を、牛車で通り抜けられるかどうか、という至ってシンプルな勝負。戦い好きで知られていた高家を火山院がお前でも通れまいと挑発したのです。火山院の屋敷の門前の道に寺男たちが詰めかける中、5、60人の従者を引き連れ、高家が派手な衣装で極上の牛車に箱乗りして登場。邸宅前は合戦さながらの様相を呈しました。結果勝利したのは火山院。数時間睨み合ったものの、高家の牛車は火山院邸の門前を突破できませんでした。都の人々はこれをまたとない面白い見せ物と感じたということです。それ以来、火山院と高家は因縁の間柄でした。負けず嫌いの高家ですから、火山院に一矢報いたいと思っていたのではないでしょうか。ドラマでは、コレチカと高家は火山院とは知らずに襲撃したという設定でしたが、もしかしたら高家は相手が火山院と知って、わざと脅かそうとしたのかもしれませんね。しかし、門前突破の時、武器は石と杖だけでしたが、今回は弓矢。映画物語には、高家陣営から放たれた矢が、院のお召し物の袖を貫通したと書かれています。文献によっては、院の乗り物に矢が刺さったというものもあり、真相は定かではありませんが、院が震え上がって逃げ帰り、コレチカと高家も立ち去った後、現場では双方の従者たちが残って乱闘を繰り広げ、死者まで出る惨事となったことは確かなようです。この事件が忠信から道長へ、そして実助、さらには帝へと伝えられ、当人たちの意に反し、白日のもとにさらされたのです。身内の大失態を受け、代理を出た貞子は、式の増資という中宮式の役所に、続いて実家である二条北宮に身を移すのです。ちなみにこの時、
ほとんどの貴族は貞子と関わりを持とうとはせず、貞子に従ったのは平の是仲と源利方の二人だけだったと伝わっています。そう、利方は源明子の兄で、第19話では、信長の体制を盤石にするために働いていた人物です。利方は仕事の力量を道長に認められ昇進していきますが、自分を最初に引き立ててくれた道隆への恩を忘れてはいなかったのです。しかし、貞子が代理から離れた後も、帝と貞子は密会していました。貞子からしてみたら、何としても兄弟の刑罰を軽くしてもらいたいという思いがあったでしょう。そして帝にしても、後ろ盾のない貞子を守ってやりたいという思いは強かったはず。貞子が出産したのは長徳2年12月ですから、解任したのは2月に代理を去った後のことでした。ドラマでもいるはずのない貞子が、不意に帝の前に現れました。兄と弟の原型を懇願する貞子に、は厳しい表情を崩しません。やがて、帝へのあふれる愛を胸に押し込め、貞子は退出します。その時でした。やんごとなき帝が猛ダッシュで貞子のもとへ。決して走るなんてことをしない立場の方なのに、足さばきも見事に美しく駆け寄る一条天皇。お二人の思いが胸に迫り、ひたすら切ない夜でした。その後、身重の貞子に次々と悲劇が襲いかかります。4月24日、これちかと高家に処罰が言い渡されました。すでにお伝えした通り、これちかは太宰府、高家は出雲への左遷。平安時代の貴族社会には死刑はありませんから、太宰府への配慮は最も重い刑罰でした。これちかは病気と称して猶予をこいましたが、帝は許さず、即刻の逮捕を命じました。潔く刑に服そうとする高家に対し、まるでだだっこのように貞子の陰に隠れ、ついに逃亡を企てるコレチカ。この場面、史実に基づいてはいるのですが、コレチカを演じる三浦翔平さんの演技が素晴らしすぎて、コレチカが本当に情けない男に見えましたよね。私、この場面を見て、源氏物語の中の光源氏の子育てを思い出したんですよ。光源氏ほどの高貴な生まれなら、その息子、夕霧も、当然出世が確約されています。にもかかわらず、源氏は夕霧をわざわざ大学寮に通わせています。源氏は愛する息子が、高貴な家の子弟として、官位爵位を望み通りに得られ、おごった人間になることを恐れたのです。そして、学問に励むことで得た知識や教養は、必ずその人を立派にし、将来にわたって役立つものと期待しました。翻ってコレチカは、確かに学識と教養は身につけていましたが、大学寮には通っていませんし、従ってアウェーで揉まれるということもありませんでした。両親に愛され、父の引き立てで異例の出世を重ねていったのです。だからコレチカはあれだけ逆境に弱かったのかなと想像するんですよね。そう考えると、光源氏の子育ては、回り道のように思えるけれど、子育ての王道を言っていたんですね。さて、ドラマの中のコレチカと貞子に話を戻しましょう。二条北宮は検非違使に取り囲まれ、周辺は逮捕劇を見に集まった野次馬でごった返すなど混乱を極めました。貞子はコレチカの手を取って逮捕を阻み、邸内から漏れる彼女の泣き声は野次馬のもらい泣きを誘いました。ついに5月1日、大規模な家宅捜索が行われました。検非違使たちが邸内に乗り込み、天井や板の間が外され、寝室の壁も破られるなど、過酷な捜査がなされました。高家は逮捕されましたが、コレチカは逃亡。その混乱の中、貞子は自ら髪を下ろします。動画の冒頭でも申し上げましたが、この場面が光る君へでは、息を呑むほどの切迫感のもと、ドラマティックに描かれたのですね。検非違使の刀を奪い、その刃で、当時の女性が命としていた髪を下ろしてしまうなんて。こんな展開を誰が予測したでしょう。そしてその気高くも悲しい出来事を自分の命より貞子を大切に思っている桔梗こと清少納言が目撃してしまうのです。桔梗と真宙が両手に枝を持ち庭に忍び込むところ、はじめはギャグにしか思えなかったのですが、二人が目撃するとすればこのような状況しかありえなかったでしょうし、
思わず失笑した場面からいきなりシリアスな場面へ、息もできないほどの目まぐるしい展開。もう作り手の策にまんまとはまり、ドラマの世界に引き込まれました。それにしても貞子はなぜ髪を下ろすという行為に及んだのでしょうか。実は貞子は出家に必要な樹海を経ていないので、出家と呼ぶべきか悩ましいところなんですよね。通常出家は世を捨てたということになりますから、火山院のように男女のちぎりを求めることはできません。でも一条帝は貞子を変わらず、いいえ、これまで以上に深く愛し、お二人はこの後巫女や姫巫女を授かるのです。社会ではあくまで貞子を出家した身と捉え、それが帝と貞子の運命を狂わせていくのですが、少なくとも帝は貞子は髪を下ろしただけで正式に出家はしていないという立場をおとりになっています。それでも貴族らの反発を抑えるために宿泊なさるのですが、一条天皇ラブな私は千年前ではありますが、帝のご意向に沿って出家という表現は極力避けたいなと思っております。ちなみに当時正式に出家として修行の身となる場合は髪を剃ってしまいますが、貴族の女性が夫を亡くして出家する場合などは髪を短くし、肩の高さでおかっぱ頭にします。女院となった一条帝の母秋子もそういうヘアスタイルでしたよね。貞子もそれに準じた髪型になったと想像されます。それでも女性が髪を短くするのはよほどのこと。自分の兄と弟を厳罰に処した帝への抗議の気持ちがあったのか、あるいは兄と弟を守れなかった無力感からなのか、それらをすべて含め実家が没落していくことへの絶望からでしょうか。私の解釈をお伝えしますと、兄弟だけでなく母親の実家の高階家も連座して罪を得ましたから、一族の罪を背負い愛する帝に対し贖罪の思いもあったのかなと思っています。いずれにしても貞子が解任していたことがさらに涙を誘いますよね。皆様もぜひ貞子の気持ちを推し量ってみてください。コメントをお待ちしております。この深い悲しみの中で次週予告に私は救われました。いよいよ春はあけぼの、枕草子執筆が始まります。貞子を取り巻く状況を考えると、春はあけぼのの名文が切々と心に響きますが、貞子サロンの中でスパイ容疑をかけられ孤立した桔梗が貞子との絆で立ち直り、不朽の名作の執筆に取り掛かる、その愛の物語がドラマでどのように紡がれていくのか心待ちにしたいと思います。もう一つ私が着目している点をお伝えしますと、昇進の桔梗に真宙が寄り添い励ましていましたが、二人の間に具体的な接点があったことを示す資料はなく、この設定はドラマオリジナルです。それどころか多くの方がご存知と思いますが、紫式部日記にはかなり手厳しく清少納言を批判した一節があるのです。清少納言こそ得意顔をして鼻持ちならない人、自分の賢さをひけらかしているけれど、漢字を書き散らしているその学力もよく見れば不十分なことが多いわ。ドラマの中では互いに認め合い支え合う二人が微笑ましく描かれていますが、今後どのような経緯をたどって紫式部が強烈な清少納言批判の文言を残すことになるのでしょうか。それともあの文章の裏にはこんな愛が込められているんだよという新たな解釈が生まれるのでしょうか。まだだいぶ先のこととは思いますが、皆様との意見交換を楽しみにしております。最後に望みの先と絶望の果て、つまり為時の越前の神任官と長徳の変、この二つの歴史的事実に絡んだ人たちがその後どんな人生を歩んだのか付け加えておきますね。当初越前の国主を任命された源国盛は為時の抜擢人事の影響で辞表を提出させられます。そしてこの年の秋の樹木で越前と同じく大国の一つ播磨守に任命されるも、赴任することなく病で亡くなっています。第20話で高階の高子が藤原の忠信の元を訪れ、これ近の原型を帝に取りなしてもらえるよう懇願する姿が痛々しかったのですが、忠信に体よく断られていました。しかし断られたからといって
彼女が差し出した贈り物の数々はそのまま持ち帰るわけにはいかなかったでしょう。おそらく国盛も同じで、人事が変更になっても女院明子に送った品々は回収できなかったはずですから、彼は精神的にも経済的にも痛手を負い、それが病の一因になったのかもしれません。また聖徳の変のきっかけを作ったコレチカの将光子は、コレチカ失脚後に出家、美男美女の一族の中でもその美しさが際立っていた彼女の出家を惜しむ声は大きかったのではないでしょうか。火山院に愛された光子の妹竹子は後に智子の女房となり、道長の寵愛を受けます。彼女たちがどんな思いで後半生を生きたのかを伝える文献はありませんが、こうした無数の人々の人生や思いがあって歴史が紡がれてきたことを心に留めておきたいですね。というわけで、本日も大河ドラマ光る君へと源氏物語の両方を楽しむ解説をお届けしました。最後までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルを面白いと思ってくださった方は、高評価ボタンやチャンネル登録をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。